はい、こんにちは。パーカッションの高文です。ゼロから始めるパーカッション、コンガ編。というわけで、今回からシリーズでコンガについていろいろと解説していきたいと思います。はい、初回の今回は、このレッスンのガイダンスになります。どういう方針でやっていくかっていうことですね。なんで、ほぼほぼ、まあ、口だけの説明で終わってしまうと思いますので、ご了承ください。で、一番大事な、このレッスンの最終目標、ゴールなんですけれども、コンガでどんな音楽ジャンルでも、対応できる演奏能力を身につけるというふうに定めました。大きく出ましたね。もともとコンガはですね、南米キューバの楽器で、なんとなく知らない方でもですね、ラテン系の音楽で使われているのかなっていうイメージはあるかと思うんですけれども、まあ、今やですね、別にもうキューバとかラテン系音楽だけではなくて、ロック、ポップス、ヒップホップ、R&B、ソウル、ファンク、アニソン、演歌、その他ミクスチャーなどですね、もうあらゆる音楽ジャンルで使われています。さて、このレッスンを見てくださっている方もですね、人によってやってる音楽ジャンルは10人といろ、当然違うと思いますので、このレッスンを見て、順番にやっていっていただければですね、まあ、例えばどんなバンドに誘われても、どんな音楽ジャンルのセッションに参加しても、コンガだけで対応できて、楽しく演奏できるというふうにしたいと思いますので、まあ、多分ですね、結構なボリューム、長いシリーズになると思いますので、どうか気長にお付き合いいただければ幸いです。で、どんな音楽ジャンルにも対応できるオールマイティな力、演奏力を身につけるために何をするかというとですね、それはほぼほぼ、まあ、8割、9割、もう基礎力を鍛える、ことだと思っておいてください。どういうことかというと、もう本当に基本的な体の使い方、座り方から筋肉の動かし方、腕の振り方、手首の振り方、指の動かし方。で、この楽器のですね、基本的な発音の仕方、あと音色の使い分け方。それができてきたら、だんだんこう、リズムを構築していく。というのをですね、まあ、順番に、基礎を積み上げていくような形になります。例えばですね、まあ、全くの初心者の方の場合、この基本的なコンガの音色。これを使い分けるのにもですね、どんなに早くても3ヶ月はかかります。まあ3ヶ月なら早い方かな。多分もっと、時間を要する場合がほとんどだと思います。で、まあとにかくじっくりと時間がかかる内容になりますけれども、一回それをですね、身につけてしまえば、それはもう一生楽しめるスキルになります。演奏するのもそうだし、まあ演奏するということはすなわちですね、耳で聞く力も同時にレベルアップするってことになりますので、音楽をより深く楽しめると思います。なのでこのシリーズは、いわゆる YouTube 的な5分で叩けるとか、簡単にかっこいいフレーズが叩けるみたいな内容ではありませんけれども、まあそういった方針にですね、ご賛同いただける方だけ引き続き、お付き合いいただければと思います。はい、というわけで今回は以上になります。お疲れ様でした。ではですね、次回以降、徐々に実践的な内容に入っていくんですけれども、もし差し支えなければ、これを見ている皆様がですね、どんな音楽ジャンルで演奏しているのかっていうのと、あと、コンガを演奏していく中で何か、悩みとか疑問とか、もしあればですね、書いていただければ、それを見つつですね、反映した内容にしていきたいと思っておりますので、よかったらコメントください。はい、こんな感じで、パーカッションの情報発信を毎日しておりますので、チャンネル登録まだの方はぜひよろしくお願いします。それでは、また。